ったねえぞ。インチキだ。あんなに一生懸命踊ったのに。いやね、カッカしちゃって。誰も一回勝負なんて言ってないわよ。クソ、だからオカマは嫌いなんだ。次で決めるわよ。オッケー、今度は本当エボ審査員に邪魔されないような公正な勝負にしましょう。ババ抜きなんてどう？ババ抜き。母ちゃん、ミサイ、しまった、私抜きか。で、二人して何もくだらないことやってんのよ。わさ、ジョーカーよ、混ぜて。あなた、よく切って。わかってる。あんたたちがカードを無駄遣いしたおかげで早くケリがつくわ。さあ始めましょうか、世界の運命をかけたババ抜きを。最初俺が引く。よし、父ちゃんも引け。あ、揃った。よっしゃー。ドーン。なんだよ。引かせろよ。しょうがないでしょ、運だもの。あった、どうです。やめなさい、子供の前でみっともない。そうです、そうです。お前どっちの味方だよ。あら、ありがとう、ボーイ。いや、どういたまして。やった、よし、でかしたミサエ。あら、お会いにくさま、あたしも上がり。おー、やったー。坊やのおかげよ。早く引け、しのすけ。え、あら、いけないわ、お父さん。え、なに、どうしたの。ジョーカーが来たぞ。バカ、くそ。こうなったら、何が何でも俺が先に上がらなくては。こいつに先に上がられたらアウトだ。どっちだ、右か、いや左、いや、やっぱり右と思わせて左か。いや待てよ、俺が右を取ると思わせて左を取るとこいつは思ってるかも。いやいや、複雑に考えるな。二者択一だ、1か0か、イエスかノーか、男か女ってことだよな。男か女だったらやっぱり女を選びたい。夜が明けちゃったわよ、早く。長く苦しい戦いで勝った。